こんにちは、ペちゃんです。ダンボール戦記実況今回もやっていきたいと思います。とりあえず、アーモフレームを装備させよう、北島模型店急げってことで、とりあえず北島模型店急ぎたいと思います。てか前回は本当に波乱の展開でございましたね。お母さんあんなに簡単に許してくれるとは思わなかったんだけど、そのお母さん話しかけよう。お小遣いは無駄にしないのよ、足りなくなっても前借りなんかさせませんからね。うん、金に関しては厳しいと。それと北島模型店行きますか。おいバン、何これジャイアンみたいなの。龍どうしたのさ。またブルドをいじってみたらさ、誰かに見せなくなってよ。ほんと見せて見せて、ほらよ。お、駆動系をかなりいじってる。あ、ちょっと何言ってるか分かんないけども、こいつ自分のエレベーター持ってんだ、いいね。お、さすがバンだよ。そうなんだよ、追尾機能を3倍に上げてみたんだ。うん、これでアミちゃんのくの一もでー、うん、あーんなんだよバン、それエレベーターをついに手に入れたんだな。いやこれはうん、じゃあやろうぜバトル。お、やらせてくれバトル。うん、おいおい新品だからって戦いたくなんて言わせないで。うん、ちょ俺バトルしたいから、俺もちょやらしてくれ。うん、バンバトルやろうぜって言ってくれ本当に。じゃバトル開始だな。ここでちょうど持ってるんだぜ。お、 D キューブ、おお D キューブって何、 D キューブ投げてみたいんじゃないの。な D キューブってなんかルービックキューブみたいな。本当やらせてくれるの。あ、いいよ、じゃあほれ。何やった、一応これやってみたかったんだよね。何 D キューブって何、本当に。いくぞ、よし、さあ始めよう。お、すげえ。すげえ D キューブ、すげえ。なんかすごい以外の感想が出ないやつなんですけども、まあ、とりあえずこの大工事竜倒しましょうか。はい、うん、お、相手の方がまた LP 高いじゃんね。この X0 ドル LP 低いんだけど、うん、まあ倒していきますか。はい、なんかこいつなんかジャンっぽいけど、あの性格は優しいわ。やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待てよ。なんか強い、こいつなんか一番強いと今までで、やばい、あ、まだ溜まってない、やばい、ちょ、逃げるな、いけ、いい感じ、勝てる、あ、やばい、負ける、やばい、負ける、勝った、危ねえ、残り14だ、やばい、いきなり負けそうだった、やばい、こいつ強いな。大工事竜強えな、うん、ほい、いろいろとゲットしましたね。やべえな、おう、なんかやばいと俺下手だな。くそ、紙一重の勝負だったら本当その通りだね、本当紙一重だった。ブルドのパーツね、これってドロップだよね、ドロップ拾ったってこと。伊達にエルマンが読んでないって、おお、こいつはエルマンがの知識だけは優秀ってことかな。とはいってのストリートバトル初めてだったけど、そらバトル後は LBX のメンテナンスも忘れるのよ。あ、そうだよね、うん、メンテナンスゲージが減っていく。グリス、はい、メインメニューかカスタマイズのメンテナンスからメンテナンスゲージを回復させることができるぞ。だけど、パーツのチューンナップポイントがたまらなくなるから気をつけるんだぞ。あ、まあ、経験値がたまらなくなるってことか。今度はもっと追尾機能を上げておくで、早速学校で勝つのだ。学校でエレベックスできるんだ。
君、あいつ見た目悪いけど性格いいな、うん、大工事流、俺結構好きなキャラだね。ちょっと待ってよ、メニューで、これメンテナンスでいいのか。ほい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 、さっき聞いた、あ、破壊、ありのレギュレーションに負けると LBX がブレイクオーバー、なになに、ブレイクオーバーになった LBX のメンテナンスポイントが一気にゼロになってしまう。ちょ怖いな。とりあえずメンテナンスしました。あ、 OKOKOK、 とりあえずメンテナンスしまして、グリスなんかなくなっちゃったけど、まあいいよね。ってことでいきますか。はい、タウンマップに移動する。とりあえず商店街の北島、あのエロい胸元の姉さんがいるところだぜ。とりあえず行ってみますか。こうか。なぜかうまくいったでごわす。信じらんねえぜ。ま、別にいいじゃん、リーダー。いろんなやつが LBX やってるんだな。あ、ゆっくりしてる場合じゃなかった。おはよう、さきさん。あ、エロい姉さん。お、エロい姉さんもこの胸元がセクシーだね。揉ませてくれってことで、はい。おはようございます。お、川村亜美もいるじゃないか。お、これ多分バンの彼女候補だと思うんだけど、うん、そのなんか耳のモフモフもみたいな。お、亜美いいな。俺も幼なじみにこういうなんか女子が欲しかった。俺男しかいないからね、今も昔も。お、お前ら早速集まってるだろ。うん、その前に見てもらいたいものがあるんだ。お、とりあえず、まあ、自分の持ってる LBX をご披露。わ、とうとうバンも買ったんだ。まあ、買ってないんだけどね。いや、そういうわけじゃ。よかったね、バン。よくお母さん許してくれたら。まあ、本当だよね、本当に。うん。ああ、そうなんだ。バン、ちょっとその LBX よく見せてくれ。あ、北島小次郎、こっち知らないんじゃない、もしかして。この LBX のこと。これはすごいな。こんな壊すケルトは見たことがないぞ。なになになに。え、店長知らないの？メーカーどこ？わからん。 AX00、 うん、00。こんな名前のコアスケルトンが発売されたなんて情報も聞いてないしな。本当にシークレットの LBX だよね。そうか、店長も知らないのか。どこで買ったんだ。本当にそうだよね、どこで買ったか教えてあげてくれ。まあ、買ってないんだけども、知らない女の人にもらったんだ。うん、昨日見せてた後何かあったのか。あ、まあそうだよね、うん、あったよね。それがカクカクチカチカ、カクカクチカチカ。なるほどね。え、店長、俺どうしたらいいんだろう。せっかくだからもらっちゃえば。まあ猫ババしよう。猫バは、そうだな、預かってるつもりで持っていてもいいんじゃないか。まあそうだよね、うん、あの女の人は山の場に託すって感じで渡したんだから、持っててもいいよね、別にね。うん、そうするよ。お前は今日から俺の LBX だ。おお。よし、じゃあバン、お前の LBX 解禁祝いに昨日入荷した例のアーマーフレームをプレゼントしよう。おお、いいね。もしかしてアキレスのこと本当いいの？何何、アキレスのアーマーフレームって何？よかったね、カワパッドのままじゃいまいちカッコつかないもんね。ああ、やった。さっきアキレス持ってきてくれ。おう、あの白いやつか。あれ売れちゃったのよ。おお、売れちゃったのか、アキレス。すまんな、バン。あ、これ偽物だ。うん、なになに、偽物って何、偽物って。 LBX プリペイドカード。おお、何何これ、何、あのポイントカードみたいなやつ。ごめん、朝早くて眠かったからさ。かわいい、この頬をあからめてるこのサキさん、かわいいな。あ、揉ませてくれ。これ結局泥棒よね。まったく、持ってってのはどんなやつだった。確か4人組だったかな。あ、さっきいたやつだね、あの悪そうな4人組。俺突っ込もうと思ったけど、うん、
なんか山の番が流してたから何も言わなかったんだけども、やっぱなんかあったんだ。4人組？もしかしてさっき店の前ですれ違った連中かな。それと1人はゴーダ君。ゴーダ？ジャイアンかな。ジャイアン2人目。ゴーダ？アミ知ってるの？3年生うちの学校の番長よ。番長、清原かな。覚醒剤やってそう。番長、今時番長かよ。古臭いなね。俺取り戻す。そしたら店長、アキレスは俺にプレゼントしてくれるよね。お、来た来た来た、アキレスちょうだいよ。アキレス、偽プリペイドカード。オッケーオッケー。さあ4人組探しましょうや。うん、ちょっと待ちな。バン、さっきのやつら話からしてかなり LBX をやり込んでるみたいだった。おう、そんなカバーパッドのままで挑んだらすぐに帰り道に会っちゃうよ。まあそうそうだよね。 なんかカバーパッドのままってちょっとまだよく意味わかってないんだけども、うん、これはドジッとお詫び。このパーツ使ってさ、パーツカスタムをしていきない。おお、なんかプラモデルっぽくなってきたよ。プラモデル、ウェポン、アイテム、オッケーオッケーオッケー。これで遠距離攻撃できるようになったわね。ねえバン、カスタマイズついでに一回バトルしてみな。お、いいじゃないの。川村亜美だっけ、川村亜美だっけ、名前わかんないけど、なんだっけ。オッケー、川村亜美で合ってる、うん、覚えたよ川村亜美。はい、武器はカスタマイズのレベルエクスパーツから AB の2種類まで装備できるわよ。うん、ディビアキットもカスタマイズのバトルアイテムから好きなボタンにセットできるからやってみてね。ちょっと、とりあえずカスタマイズで、ちょっと、はいはいはい、バトルアイテム、はい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 、オッケー。これか。一機だけ LP を 30% 回復させる。お、オッケーオッケーオッケー。まあ、5個でいいや。うん、で、LBX パーツで、はい、で、ちょっと待ってよ。で、ここ素手のところを10に変えさせてくれ。10に、オッケー。これでいいかな。それでいきますか。はい、バトルスタート。もうなんかしくじってないよね。うん、大丈夫かな。はい、バトルスタート。ちょっと待って、アイテム使いたいときは X ボタンを押して OKOK。 はい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 、武器を先行するには十字ボタンの上でもう一つの武器 OK。 ここで、あ、10になった。で、おお、なるほど、意外としょぼかった。あ、楽勝だ楽勝だ。楽勝やんか。100倍にして返すんだから。あ、やばい、俺死んじゃう。あ、でもこっち3機あるから大丈夫だ。ちょっと待って、 X で A で回復で、やばいやばい、負けちゃう。来た？オーケーオーケーオーケー、勝った。ストレート勝ち、やったぜ。この銃いいね。この銃いい感じだね。はい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 。え、メンテナンスしないと。メンテナンス、ほい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 。風魔来ちゃったか。やっぱりそうよね、バンは。うん、操作も一流だからね、バンは。まあ、もしもカスタムのことで分からなくなったら、そこの作業台に LBX マガジンのバックナンバーを置いてあるから見てみるといいぞ。おお、分かったよ店長。そうだバン、 CCM のアドレスを交換しましょう。 CCM って何？ CCM って携帯？あ、もうこんな時間。バン行こう。またバンが、慌てて1階の3年教室に、飛び込まないよう余裕持っていかないとね。おお、そんなことしたのか。間違いないね。私たち1年の教室は3回を弱ってるって。とりあえずじゃあ学校で行こうってことで。あ、アミが仲間になりました。彼女にしたい。でも俺的に彼女にしたいのはサキさんである。はい、北島模型店で買い物ができるようになりましたということで。
はい、そのジオラマで呼び出しバトルが呼び出しバトルって何、呼び出しバトルって、あ、LX バージョンを見ることができるようになりました。あ、まあそこの作業台でメロディしました。はい、新しいアドレス、メルちょっと見よう、メル CCM 友達メールかな。はい、チェックしてね。はい、 OKOKOK、 うん、流し見な、流し見、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、まだニューだったわ、ちょっと見るよ、レポート、あ、なるほど、ヘルプみたいな感じか、アドレスブック、うん、あ、なるほど、登録されてる人とだったらバトルできるのか。え、ちょっと待って、ってことはさ、え、この北島ともバトルできるんじゃないの、北島ともね、まあ、とりあえず学校行きますか、学校に、ハイスクール、あー、まあ中学校だからジュニアハイスクールか、1年2組、ほい、ちなみに私はね、1年生の時は1年1組でした。はい、ほら早く急がないと遅刻しちゃうわよと、ダッシュダッシュ、すごいな、なんかすごい学校でけえぞこれ、あ、3階だよね確かね、1階が3年生の教室だから、ほいほい、2階そして3階、1年2組はどれだ、これが1組多分、え、ちょっと待って、どれが1組だ、あ、これが2組か、はい、入っていく、バン、あ、青島和也パート1ぶりの登場でございますけども、カズ。お、バン、やけにテンション高いじゃん。エルビクスも拾ったのか、あ、ま、うん、間違ってはない。うん、そんな感じ。え、マジかよ。実はさ、で、またカクカクしかじかな。というわけなんだ。よかったな、バン。今度、俺のウォーリアーとバトルしようぜ、ウォーリアー。うん、でさ、ゴーダのことなんだけど。ゴーダ半蔵、おう。ゴーダ半蔵のことだな。お、三浦四天王、何、三浦四天王って何、三浦四天王って、四天王、店に来たのも4人組だ、あれ四天王なんだあれしかもゴーダは LBX のプレイヤーとしても相当な腕なんだ、うん、やつの機体は地獄の破壊神って言われてる、あ、なんか中肉星ぞあいつに睨まれたら持っている LBX は必ず破壊されるって話で有名だ、お、怖えな、地獄の破壊神ゴーダ半蔵、ゴーダは学校にはあまり来ないらしいよ、不登校、一緒に探してくれないかな、おい、いや、いやだろう、相手が悪すぎる、諦めろバン、いやー、カズ、おー、カズ逃げたぞあいつ、あ、みんな鐘の音が聞こえないの、早く席着きなさい、お、この先生美人やん、美人、先生怒るとシワが増えちゃいますよ、お嫁に行けなくなっちゃう、あ、独身なんだ、ぜひ俺の嫁になってほしいところではある。それだけはやめてよ。ふざ、さあ授業始めるよ。みんな席について。さあそして、だるい6時間の授業ですね。あ、カズどうした、カズ。悪いな、バン。あいつは本当にやばいなって。俺は関われねえよ。カズや、なんか、そのゴーダとなんかあったのかな。あ、放課後。おう、だるい6時間の授業を終えて。身も心も疲れてるんじゃないでしょうか。さあゴーダー探さ、お、やる気じゃないの意外と。でも探すといっても、うん、そうね、ゴーダーは3年生だから、次第の小木先輩、小木先輩、小木やはぎかなはい、いいね、そうしよう。でその先輩でどこにいるの。もしマウナが学校にいるなら1階の3年1組の教室にいるんじゃないかしらと。アミちゃん、お、大工事流じゃねえの、おー、アミちゃんのこと好きなんだろうね、多分ね、この大工事龍も。あ、はいはい、今忙しいんだけど、なんかアミちゃん呆れてるけど。エルビクスバトルやろうぜ、俺さ、今度のカスタマイズ自信あんだぜ。お、ブルドーどこ書いたの。今度は追尾機能5倍、くのいちがどんどん速くても動きを見切ってやるぜ。へえ、すごいね。かっこぼよみ。俺とエルビクスバトルやろうよ、龍。はいはい、あとあと、ゴーダーどうすんの、ゴーダーは。うん。あ、龍手伝ってくれ、お、手伝い手伝い、うん、こいつもちょっと番長っぽいからね。お、龍が ゲスト、お、ゲストか、うん、はい、まあ、てな感じで、
今回ここまでです。まあ、次回このゴーダと戦えるところまで行きたいですね。はい、来週からはもうちょっと、更新頻度を上げていきたいと思います。まあね、どんどん進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。